2017年1月29日、いよいよこの日がやってきました。歌舞伎座で稽古、そして稽古の前に行われる儀式で、直哉と範之は正式に中村勘太郎、中村長三郎となるのです。緊張してるかなと思いきや、これ何？それ本当にマイクなの？それ本当にマイク。そして二人は中村屋の定紋、墨切り一丁の羽織に袖を通します。いよいよ勘太郎、長三郎となる瞬間を迎えます。顔寄せです。私の長男直哉が三代目として中村勘太郎、そして次男範之が二代目として中村長三郎を名乗らせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。中村勘太郎です。どうぞよろしくお願いいたします。ここに三代目中村勘太郎、二代目中村長三郎が誕生しました。さらに中村屋独自の襲名の儀式、現代ではほとんど廃れていますが、94歳で亡くなった中村屋の生き字引、中村小三座が覚えていて、勘九郎襲名の時に復活させたんです。おめでとうございます。父と子で祝いの杯を交わします。これで勘太郎さんと長三郎さんになりました。これからは中村屋です。みんなが一緒になって、じいちゃんのため、お客様のためにいいお芝居をしていってください。お願いいたします。今日は明け方の夢でご参加になってきてください。あ、本当に。二人の祖父勘三郎じじちゃまが一番楽しみにしていた初舞台、そして稽古が始まりました。これから皆様お願いします。行ってまいります。そしてこんな大物たちの中で勘太郎が驚くべき行動を見せたのです。お父さん、この後セリフをど忘れします。すると、お父さんの印に鬼のなんだ宝物を差し上げましょう。なんと勘太郎がそっと教えてあげたのです。どんどん頼もしくなっていく勘太郎。1月31日、初日まであと2日。あ、かわいいね。何者なんだお前は。今日から衣装を着て稽古。芝居の前半はこの着肉と呼ばれる衣装の上にふんどしをつけて演じます。そして途中で衣装を変え、鬼退治に行くために勇壮な鎧姿となるのですが、ここで大きな問題が。これまともにやんの？それ時間ないよ。この衣装に着替え化粧も変えるのですが、そのための時間はわずか5分。間に合わないですね。お弟子さんたち頭を抱えます。1秒も無駄にはできません。もし長三郎が半年前のようになってしまったら。ところが長三郎我慢、とってもお利口。頑張ります。時間内にできるのか、舞台で実際に衣装替えを試してみます。セットの裏に入ると
すぐそこに機械のスペース。とにかく狭く身動きが取れません。まずは化粧、そして急いで鎧姿に。しかしカツラをつけるはるか前で、もうですね。え、これもうダメだ。タイムアップ、間に合いませんでした。そこで部屋を広げて段取りを再検討。さあ本番は間に合うのでしょうか。明日はもう全体稽古なので、2人が確認しながら稽古できるのは今日だけ。練習を繰り返します。ダメだ姉ちゃん。頑張れ。これで立つときさ、ちょっと聞いてなかった。おじじが立たせるから。長三郎はもうヘトヘト。何しろ桃太郎は40分もあるお芝居です。ようやく稽古終了。すると体力の限界だけど、かわいそうに暑いな。ちょっともう疲れちゃった。そりゃそうだよ、こんなん。そりゃそうだ。頑張ったね。偉い。もうすぐ脱げるから。暑い。長三郎、今日の自己採点は？50点だった。2月1日、最後の舞台稽古。明日は初舞台本番。二人は歌舞伎俳優として長い長い道を歩き始めます。でも勘太郎はまだ5歳、長三郎に至っては3歳。まだ何もわからないうちに生きる道を決められてしまったようにも思えます。しかし、私が13で、志の輔が中1ぐらいの時ですかね。はい、おじのリビングでやるのかやらないのかっていう、急に言われましたね。勘九郎と七之助が中学の頃、突然父勘三郎がこのまま歌舞伎俳優を続けていく気持ちがあるのかどうか二人に聞いたのです。やめろって言われてるような気がしてですね、やらせてくださいっていうふうに言ったんですけども、まあやらないって言ったら違う道だったってことなんですか。じゃないでしょうか。主人がお父様にやっていくのかって聞かれた時と同じように、自分で決めさせるっていうふうに思っていると思うので、その時までにどっちも選べるようにしたいというか、このまま続けていくんだったら環境と状況と整えたいし、したくないっていう判断をするんだったら、それはそれでその彼らの人生なので、判断は自分自身に任せる。でも歌舞伎俳優として生きていく選択肢は残してやりたい。だから今は伝えるべきことをひたすら伝えるのです。